三月十五日水曜日時刻は午後三時半を回りました。F.M. 九十三、A.M. 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは、辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは、日本放送の増山さやかです。 辛房二郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛房さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です <laughs> いろいろこう皆さんにものをいただいてですね <laughs> 本当にありがたいなと思うんでございますが <laughs> あ,す、ね、あ,あの新作がねいろんな本が届くんですけれども<え>今回は、はい、えー 花の写真と虫の写真がたくさん届きました。はいいや、なかなかね、素敵な自分でお取りになった写真のようですけどね。ええ、さまざまな写真と。えそれから、まあ、虫ですね。でもね、このクモの巣の写真なんか綺麗じゃないですか。芸術的な撮り方してます。素晴らしいですよね。これ、あの、アドバイスをさせていただくと、私どものところに送るよりも。え、今、インターネットのサイトで自分の撮った写真をこうやって、あの、プールしておくと。 えー、広告業界の人たちが勝手に使ってですね、えー、一回使うといくらっていうのでお金が発生することがありますからす、ね、私のところにこうやってプリントして送っていただくのは大変ありがたいし全部見せていただいてああて敵な写真だなと思いますけれども。 一斉にもならないわけでございましてどうせならば送るところが違うかなと美しいのを分かち合いたいというありがたいこの送ってくださった方はですねあのこの番組宛に送っていただいたんですが他の日本放送の女性のアナウンサーの皆さんにもぜひ見てもらいたいという要望があの添え書きとして入っておりますのでアナウンス必要にお渡しをいたしますのであとは吉田になっさん熊さん写真見てもいいよって書いてありますが いいハッピーなこれはちょっと、ね、いいよでござい,ますかいうことでね、えー、昨日は昨日でねありがたいことにあの<え>最近この日本放送の営業さんで、えー、大阪のもともと支社にいらっしゃった方ですけれどもあ,、はい、あの方があのこちらに転勤になられて、えー、どうもですね千葉から北関東に向けての営業活動に行ってらっしゃってで、ね、で営業活動に行って帰ってきた時間ぐらいにちょうどこの番組やってるんで。 その昔の顔なじみの営業さんがここにいらっしゃってですね、はい、昨日は段ボールいっぱいのレタスが届きました見事だね昨日いいありがとうございます、はい、しかしレタスというのはですね <laughs> 食べらられれるる量とというののがずと限られてるわけですよ確かに、ね、で、私も東京で一人暮らしですから、はい、いや1人でこんだけの大量のレタスはまあ私毎週レタス買ってますから、はいすね、ありがたいですけれども、ねうんうん、毎週レタスを買ってるということはつまり今週分のレタスは月曜日に手配をして <laughs> その月曜日のレタスを今週1週間で使い切るように、うん、非常に計画的に食べていたら突然レタスが追加されてですね <laughs> どうしたらいいんだこのレタスはと。 考えましてですね。はい、試しにレタスって普通にないじゃないですか。あま,、ね、まあなんかビタミン c が流出しそうな気がしますよね。うん、で、ビタミン c って基本的にあの熱で破壊されますから、はい、だ。ビタミン c の摂取という意味では、これレタスに熱をかけるのはレタスに対する冒涜行為だと思うんだけれども。でも,でもこれだけ大量のレタスを、はい。 生野菜として食うのは無理だろうとこう判断をして <laughs>、うん、昨日試しにちょっと火を通してみたらどうかなと思って人生初めての経験なんですが。うんうんうん ままあまあ私初めての経験なんですが多分レタスをなんか火を通して食べるということはあ,<の>ありますかあ炒めたりもしますかね中華の方にそういうのが何かあったような気がしますね、はいはいうん、あとちょっとことしゃぶっとした感じにしても美味しいですし,、ね、し,しいやそれでですねちょっとしゃぶっとした感じであんまりたくさん茹でるとビタミン C も流出するしいけないだろうと思ってですね軽く茹でてみました、はい、それにあのきな粉ドレッシングかなんかをかけて食べたら <laughs> 見ましたよついたんこれが びっくくりすするほどうまくてですねレタスってこういう大量消費の方法があるんだなと<え>でここへ来て天候が良くなってきたもんですから諸物価値上がりの折ではありますが、ええ、おとといこの番組にご登場いただいた八百屋のおっさんもおっさんって言ってから「歴代の社長」って言うと。はい <laughs> まあおっさんには違いないわけで、ま、えおっさんおっさんにですね、社長ですえ今野菜が割と値段が下がってきてるっていう話なもんですが、えー、確かに野菜ちょっと値段が下がってきてますね。ハモがなんか特にハ、ね、物の野菜で、ね、それでね、私あの一人暮らしを始めてからいろいろこう考えるわけですよ。光熱費もしょぶっか値上がりの折にこのものを茹でるという時に。 どのくらいのお湯で茹でるかによって<ー>エネルギー代は全く違うんです。パスタなんかは パスタの解説書みたいなやつ裏ひっくり返すとたっぷりのお湯で茹でてくださいって必ず書いてあるじゃないですかたっぷりのお湯っていやあのねそういつもあのパスタの裏ひっくり返しながら、えー、こうやって言うのは勝手だけどな、えー、たっぷりのお湯で茹でようと思ったらどんだけのガス投げると思ってんだよってい,、えー、いつもこう言うわけですよであのパスタに関して言うと私は太平洋団中にたっぷりのガスなんか使えないわけですね、はい、プロパンガスのボンベを5キロのボンベを2機積んでったんですが5キロのボンベ 2機で、えー、往復賄わなきゃいけないんですがその5キロのボンベも1機は充填せずに出ちゃったもんですからもう1回目の航海の前半の途中ぐらいでガスボンベが1個なくなってですね <laughs> あかんこのペースでガスを使い続けたらアメリカに到達するまでにお湯が沸かなくなるとで節約しなくっちゃと。 でいろいろ持ち込んだ食材の中でですね私結構パスタ楽しみにしてたんですよ。はい、というのはパスタソースは今本当に美味しいものがレトルトでたくさん出てて、ねね、バリエーションがすごく多いもんですから、うん、パスタソースってパスタ茹でて上からかけるだけですからね。しところがこのパスタを茹でるというのにそ大量のエネルギーが消費されるわけですよ。 船の上でガスがもう上限決まってる中でなんとか食べられるまでにパスタを茹でようと思ったらどうするか。で帰ってきたからいろいろ調べたら、はい、茹で時間の短いパスタというのは今かなり出回ってるんですがです、ね、私が太平洋だに持ってったのは普通のパスタなんでそこそこ7分とか8分とか茹でないと食べられない。だけど7分も8分も毎回パスタ食べるごとに茹でていたらガスが確実に足りなくなる。それでで一計を案じてですね<え>とにかく 食べられる状態にさえなりさえすればパスタソースはそこそこドヤたって美味しいわけだからとりあえずパスタがゆるくなればいいだろうと、うん、ねあのプチプチの針金みたいな状況からですねなんか食べた時に <laughs> まあよくアルデンテって言うじゃないですかですね,ねアルデンテちょっとなんか歯ごたえが残るよう、ね、<laughs> な,なドヤ顔で言うことアルデンテって <laughs> ちょっとアルデンテ <laughs> <う>私なんかね今、まあ、最近白米く炊く時もアルデンテって <laughs> いやそれは単に芯が残ってるだけだろう,うそうですね, <laughs> ね昨日のラジオリビングの炊飯がまか 美味しく食べらられますすからねね、まあ、そんなこんななこでです、ねえー、パスタはアルデンテちょっと中が芯が残ったぐらいがいいって言われますから<っ>そうだそのたっぷりのお湯で何もそんな長時間茹でなくても考えましてね、うん、フライパンに薄く水を張って<ー>その薄くったフライパンを沸騰させるわけですよ。<ー>そこに、えー、そのままだとパスタが入らないので2つ折りにしたパスタを、ねうん、そのひたひたのところぐらいまでにで沈めるわけですね。 それで沸騰さしてあとは火を消してふたをして何分も置いておくんですよ、ね。という感じ余、はいまあ、熱でなんですね早い話が、まあ、うん麺が伸びるという状況になりますかあんな状況で、うんえー、一定時間放置しておくと15分ぐらい放置しておくとなんとか食べられるぐらいのやわらかさになるんですね。はい これにもう秘蔵のパスタソースのお気に入りのパスタソースをかけて食べたら、はいはい、まずいのなんのってね。 パスタはたっぷりのお湯で茹でないかダメだわや。やっぱ書いてありますからね、そうなんですよ。ということで、えーうん、レタスを茹でて食べたら美味しかったと。うん、あ、こういう食べ方もあるよねと。うんうん、で、話の本論はここからなんですが、うん。こっから。はい。それで今ほらガス代がえらいことになってますよね。であのほとんどの方は気がついてらっしゃらないと思いますが、三月から政府がですね燃料代に補助金を入れたんで。 1>, 1月2月に比べると3月あ2月からかなだから統計上2月の物価が若干下がったような統計が出てるんですが、ね、これ何でかというといい数字上のマジックで政府が燃料代に補助金を入れたんで、うん、統計上それで物価上昇率ががっと抑えられたところがあってっ統計数字で見るとちょっと物価が安定してきてるように見えますがそれはもうほとんど数字上のマジックみたいなもんであれ最近ちょっとガス代下がったかなと思ってらっしゃる方いると思いますがそれ政府の補助金が大量に入ってますから うん、政府の補助金は今たとえ国債にしたっていつか税金ですからね、うん、だから我々の税金でまあ見かけ上の,あの数字だけ下がってるというのが現実でこれが多分ね数ヶ月しか持たないはずで夏前になるとえいろんな補助金が切れたりなんかすると一気にそういうのが上がり出す可能性があるのでできるだけ普段からそういうのは抑える生活をした方がいいんですが。 ほうれん草が美味しいんですよ今の時期冬物のほうれん草というのが弟い秋代のおっさんも言ってましたけれども、はい、この時期のほうれん草は猫が赤くて社長、ね、おっさんが言ってた社長ね <laughs> これがですね私いろいろ試したんですよほうれん草ってやっぱねアクがあるんでアク抜きしなきゃいけないじゃないですか、はい、で生で食べるっていうのもありなんですけどあれ季節によりますからね生で食べられるほうれん草、まあ、生で食べられないことはないんですよ大抵のものはサラダほうれん草とかもありますけど,、うん、だけど美味しく食べたいと思いますよねはい、はい、その時に鍋の底に薄こいコイを張って、うん、ここにまずの根っこの部分だけようからって彫り込んで、うん、根っこの部分が、うんうん あの食べられる状態になるのにもうほんの1分もかかりませんから沸騰してれば、うん、もうそれだとね厚さ1センチぐらいのお湯でで大丈夫なんですっき、はいはい、ブロッコリーも同じようにしてですねブロッコリーもあの軸は私好きなもんですから軸を1センチぐらいの厚さぐらいに輪切りにしたやつを鍋の底に1センチぐらいお湯を張って1センチぐらいのお湯なら一瞬で沸騰しますからここにあの輪っかの部分根っこの部分をガーッと並べて。 それで上の葉っぱの部分はそっから上にもうお湯に浸らない状態で上にポーンと入れて上から蓋をして蒸すんですよ。蒸れた状態になるの美味しいですよ、ね。もうそうするとね、一分もかからずに綺麗な緑色に茹で上がってそれで水でザっとこう冷やして食べると。 まあ芯も根っこも柔らかくなってるし<ー>あのそんなにビタミンも流出せずにほうれん草をやってみましたけどそんなに悪も気にならないしこれならかなりエネルギーの節約になるしお、まあ、い,ろいろし,し,美味しく食べられるということをだからねこの数か月で私、はい、ものすごくそういうものの腕を上げたんですごいやっぱりケチのことはケチにどれですかやっぱり。<laughs> 今度タ,タイトルはそれですね。ありがとうございます。すね、先進んでください。<laughs> はい、えー。では株と為替の値動きです。今日のその子も当たるかもしれないですね, <laughs> ね。意外とね東京株式市場日経平均株価小幅ながら反発しました。昨日と比べて7円44銭高い2万7千229円48銭で取引を終えました。 昨日までの3営業日で1400円以上下落したことから、割安感の出た銘柄を中心に買い戻しが入りました。一方、アメリカのシリコンバレー銀行などの破綻による景気下振れへの警戒感も根強く、相場の重荷となりました。で、為替相場が現在1ドル134円70銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと1円30銭ほど円安になっています。 さあズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてごめんなさい今袖がね椅子に引っかかっちゃって私の手が動かなくなって今ページめくらなくてちょっとそれは分からなかったですねなんで突然増山さんが笑い始めたのかごめんなさい。謎だったんですけどああ、なるほどクリスマスって今腹縛りにちょっと交差をしながら腹縛りにあったのではないか単に袖が椅子に引っかかってただけだったというびっくりでページめどういうオちですかそれすみませんえっとこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ 四時台は産経新聞ソウル支局長の桜井則雄さんに明日来日する韓国のユンソンヨル大統領について伺います。五時台は米軍の無人偵察機とロシア軍機接触のニュースにズームします。 番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。辛坊さんのねオープニングトークに関することですとか、あなたが気になるニュースなどをどんどん送ってください。ケチのことはケチ <laughs> 失礼だな本当に。イタリのタイトルかと思いますが。<laughs> 新しいほうれん草の茹で方。そうそうそう。はい、いや のその道の人のことに聞くの私ねこれラジオで前ブロッコリーは、ね、先にあのちょっとお湯で <laughs>、はい、あの芯のところを下にしてって言ったらですねある知り合いから写真が送られてきまして。<laughs> <laughs> その人は今までブロッコリーを茹ででたたことがなかっんす私のラジオを聞いて「こんな感じかしら」って言って送ってくれた写真を見たら鍋の底に1ンチぐらいお湯が張ってあってそこにブロッコリーが樹木のように立ってるっていうオブジェかこれはっていうか鍋の底から木のようにブロッコリーが生えてるっていういやそれちょっと違うんじゃねえかな平野レミさんのねお料理大胆なお料理みたいな感じの雰囲気もありますけどね。 皿の上に樹木のように立ったブロッコリーが出てきて「<laughs> さあ食え」って言われた時に一瞬躊躇しますよねししこれどうしたらいいのこれっていう。<laughs> <laughs> それちょっと料理として面白いかもしれないな。なかなかあの驚きますね倍はね。そうですね。はい、ブロッコリーが木のように出てくる。とね、面白いかもしれないな。<laughs> はい。まあ、ご意見どんなことでも構いませんのでメールは z o z o m zoom アットマーク一二四二ドットコム番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいで今日の午時 二十六分頃、ズームオブミュージックリクエストのお題は。はい、えー、突然。金縛りに会った時に聞きたい曲。<laughs> 突然、金縛りに会った時に聞きたい、ね。今、目の前の松山さんが金縛りに会いましたんで。本当、びっくりした。<laughs> 私の背が急に <laughs> そのなんかあの <laughs> ジュディ・オングさんのステージ衣装みたいなもん来てくるからですよ <laughs> あの,<れ>ああのちょっとパンタロンみたいにね手にこう腕が先が、ね、向かって広がっているそうそう、ね、長袖の先がパンタロン状態になっているという, <laughs> うジュディ・オングさんのしし、えー、ステージ衣装のようなものを今日お召しになっていらっしゃいますが <laughs>、えー、はいじゃ突然金縛りにあった時に聞きたい曲、はい、理由も添えてズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってくださいお待ちしております。 日本放送ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです政治家女子48党のガーシー参議院議員は今日の参議院本会議で除名が正式に決定しました アメリカのウォール・ストリート・ジャーナルは、アメリカの司法省と証券取引委員会が、シリコンバレー銀行の経営破綻の経緯を調べていると報じました。破綻の前の週に、親会社の経営陣が実行した自社株の売却についても調査しています。アメリカの IT 大手、メタ、旧 Facebook は、およそ1万人の社員を追加削減すると発表しました。 メタは去年の11月に当時の社員のおよそ13%にあたる11,000人の削減を行っています。アメリカのブルームバーグ通信は、中国系動画投稿アプリティックトックを中国の親会社から分離する案が浮上していると報じました。議会では安全保障の観点から全面禁止を視野に入れた法整備が進んでおり。 アメリカで事業を続けたい。tiktok 側が最終手段として分離を検討しています。中米ホンジュラスのカストロ大統領は twitter で中国と公式な外交関係を樹立するよう、外相に指示したことを明らかにしました。ホンジュラスは台湾と外交関係を結んでいますが、去年1月に就任したカストロ大統領は親中派です。 サッカーの2030年ワールドカップ招致でモロッコのモハメド6世国王はスペインとポルトガルの共催案に参加する意向を表明しましたスペインとポルトガルは去年10月ロシアから侵攻を受けるウクライナが共催案に加わると発表していましたモロッコは2026年大会などワールドカップの開催地にこれまで5回立候補しいずれも失敗しています 富士急ハイランドは、今年7月に新しい大型アトラクションを開業させると発表しました。バイクのようにまたがって乗車するコースターで、詳細は6月以降に公表する予定です。走行費は45億円です。また、東京都練馬区の豊島園跡地にオープンするワーナーブラザーススタジオツアー東京メイキングオブハリーポッターの 開業日が6月16日に決定しました日本マクドナルドは卵の目玉焼きを挟んだ春の定番ハンバーガーテリタマシリーズの販売を一部店舗で時間帯によって休止していると発表しました経欄の確保が追いつかないためですさっき本当にね、えー、これは内田君の時にあのー、最新リポートというのを え実体験でお話をしましたけれどもスーパー行くと夕方ぐらいになると卵がもうないんですよで卵って私のイメージでいうと卵10個で180円から90円ぐらいが標準かなっていう思いがあって長年そのぐらいの価格帯から変わってないよなと思っていたらあっという間に大体250円台から高い時は290円台ぐらいまで行ってそれでも。 えー、夕方行ったら、あのー、大阪の私の自宅の近所のスーパーなんか行くとですね、うん、248円のスーパーの値札だけ残っていて、うん、卵が全くないと、えー、どこのスーパーも卵の確保に苦労してるらしくて、まあ、これはあの報道だといやインフルエンザ鳥インフルエンザが流行して大量に鳥が処分されたからっていう、はい、これが、まあ、基本的な報道のベースになってます。でももこれは嘘じゃないんだけども でもそれと同時にそれだけが理由じゃなくてですねやっぱり円安物価高で外国から輸入してくる鳥の餌が確保できなくてですね、うん で鳥の餌が確保できなくて鳥の餌が高くなると何が起きるかというと、はい、養鶏業者は効率考えるわけですよ、うん、そうすると若くて異性が良くてどんどん卵を産む鶏は鶏産んでもらうけれども同じ餌食わしてるのに卵の産みが悪いだんだんそうなりますよね年齢とともに、うんうん、そういう鳥がどんどん処分されちゃってるんで<あ>鳥インフルエンザだけじゃないんですよ、うん、理由は餌の高騰というのが背景にあって、うん、だから,だから あのそうやってニワトリの更新がうまい具合に行けばいいですけどそれ結構時間かかったりなんかするんで、はい、ただもう餌が高くなってるからその卵あんまり産まないようなニワトリに餌食わしてるよりは、うん、もうぶっちゃけあの厳しい言い方をすると潰しちゃった方がいいみたいなことになってて、うん、卵不足になってると、うん、だから何でもかんでも鳥インフルエンザチアですねみんな納得するかっていうともっと大きな構造的な問題が背景にあるんだということは知っておかれた方がいいだろうと思います。 一つ前のニュースです、えー、豊島屋跡地に「あのハリー・ポッターの」のこれイギリスに先行してっていうかもうだいぶ前にあって、えーはい、うちの娘はイギリスまでわざ,わざと見に行ったらしいですがですこれチケット取,りに取るの結構大変らしいですねイギリスで,、うん、で。日本でも予約制になるということなんだけどもまさにうちの娘が中学校時代だから今から15年近く前に全館揃えて、えーえー、なんか宝箱みたいなやつに入ってるのがあるわけですよ。 それをもう一生懸命うちの子たちが読んでたのが今から思えば15年ぐらい前だなと思うとどうなのかしら。ハリポタ世代っていうのが 今のの若いい人はもう入ってきてきないのかなか<ー>それとも映画アマゾンプライムとか何とかで映画見る機会はあるのかなそれで、あのー、最近ねハリポターのシリーズの新作で「はい、ファンタスティック・ビースト」っていうシリーズがあるんですが、ええ、イギリスのハリポターの施設にはその「ファンタスティック・ビースト,のアトラクション」のアトラクションというか展示はないんですが、ええ、この年前のやつにはあるんですそうまくいくと世界中からハリポターファンが集まる。うん まあ、新たな聖地になる可能性も秘めているので私は、まあ、あのこういうの好きですから、ね、6月ら、はい、まず予約していってみようと、うん、切ないのがその一つ前のニュースですよ富士急ハイランドがバイクにまったがるような多分新しい絶叫系のコースターなス,リリングなスリリングな写真がもうすでに公開されてますけど。うん えー、この番組で数年前に、うんえー、65歳の年齢制限でフジキューハイランドのアトラクションには乗れなくなるというのを取材に行ったじゃないですかそうだ辛抱せ私絶対それ年齢制限で無理だと思いますよまなんか切ないですよね切ないですね <laughs> これだけアトラクションとかそういうの絶叫系が好きなのに <laughs> 年齢制限で締め出されるっていや可愛い同じような目に何年か前に沖縄に行ったらですね沖縄でダイビングじゃないですよあのスキンダイビング でシュノーケリングのツアー申し込もうとしたら電話で「何歳ですか?」って「60何歳です」って言ったらあ「ああの60歳までの方に限定されて「えー、シュノーケリングもだめかよ」みたいな。<laughs> これ安全第一ということでね仕方がないです。ムフラッシュでした 三月十五日水曜日時刻は午後三時三分を待っています。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と増山さやかでお送りしています。さあ今日もメッセージをいただいております。ありがとうございます。神奈川県三浦郡の四十三歳の女性ケチはケチでもエチケットさんです。辛坊さんケチはケチでもエチケット五郎がねいいですね。はい。 辛坊さんケチのことはケチにとえだまし、さすがです。いやいや、それちょっと誤解です。<laughs> そんな物や資源を大切にする辛坊さん。それは正しい認識です。最近水で茹でないパスタが結構流行ってるんですよ。それは知りませんでした。さっき茹で時間の短いパスタは結構あのスーパーで見ますけどね。はい。でこちらはねイタリアでブームになって日本でも流行っているのが。 暗殺者のパスタというやつです。なんで暗殺者なんだろう。なんでなんだ。どんなものかというと、麺を茹でるのではなく、フライパンで焼いて焦がして、はい、トマト缶などで作った出汁で煮る新感覚パスタです。<ー>お料理ユーチューバーさんがやっていてよく真似しています。あそうなんだあ。焼いて茹でるんだ。焼いて茹でるんだん、うん。どのくらい茹で時間がかかるかが問題だね。<laughs> そこですよね。ケチンのこだわり。誰がケチやねん。歩いてんだ。 <laughs> はい、あれですかねスープパスタみたいな感じですかね。うん、っていう感じススープカレーみたいなもんですかね。あ結構カリカリだそうです食べたことある結構カリカリだとディレクターの江澤さんが言ってますあね。わ、はい、割と麺が固めというかカリッとした感じになった<ー>それから神奈川県横浜市36歳の男性、はい、まんまる7号さんはですね レタスはチャーハンに入れるととても美味しいですよ。レタスを軽く炒めて別の器に取り出して、ね、チャーハンにレタス入ってるんで、ね、相場抜群です。えー、で、市販の冷凍チャーハンをフライパンで炒めて解凍されたところに、市販の冷凍チャーハン、市販の冷凍チャーハンよくできてるわ美味しいですよね。びっくりするぐらいうまいよね。本当、うん、ですよね。だけどああいううまいなと思うのはね、塩分きついからだと思うよ。それでこの方はね、えー、そのまあ炒めてそこにチャーハンにレタス を混ぜるとで市販のチャーハンはちょっと味が濃いめだったりするのでレタスで程よく薄まりますとね,ねでエビやカニカマなど足すと彩りも良くなりますがそれだと高くついちゃうかもですねあ<ー>ねレタスですかまあレタスの安い時期はね、うん、野菜って本当にあの季節と天候によって値段の、ね、<う>変動幅が大きいですから<ー>安い時にあの思い切り食べておいた方がいいですよ今ちょっとやっぱり野菜はね、うん いい感じですけどもうん、うん、どもううなんだろう週末ぐらいからちょっと天気荒れるんでそうなるとどうなるか分かんないですけどね。ねちょっっと寒くなていやパスタも奥が深いなと思ったのはですねうん、うん、パスタに関して言うとたっぷりのお湯で茹でろっていうのと同時にですね、うんはい、イタリアなんかに行くと海の水で茹でろっていうぐらいやっぱ茹で水の,あの塩分濃度を上げろって言われるんですよ。えー、おをね,と,つまみのねところががです、ね、私が 大阪で何十年か前に行ったイタリア人のコックがやってきて作ってくれるパスタ屋に行ったらですね、はい、とにかくね、うん、塩辛くて食えたもんじゃないそんなに <laughs> えイタリア人のシェフが目の前に来てそれでテーブルに来てどうですかとか聞くわけですよ <laughs> こんな塩辛いもん食えるかって言ってやるわけにもいかないじゃないですか<ー> <laughs> なんかあの美味しいよみたいなこと言うんだけども、えー イタリアの本場のスパゲッティがこれかと思ってパスタ自体がしょっぱいんですかだからもうんでそんなに塩辛いのか分かんないですけど、うん、猛烈塩辛かったんですよえー、えー、あっという間に店なくなりましたけどね そうやっっっぱちょっとお口に合わない方が多かったんですね <laughs> いやまあその店特別だったら私イタリア行きましたけどこんなに塩辛いパスタ食ったことがなかったんで<ー>なんか間違ってんじゃねえかこの店はと <laughs> ね<え>、はい。そんな経験がありますがえまあの少ないエネルギーでどうやったら美味しく食べられるか。 ぜひ皆さんのアイディアを教えてください,さださい。そういうアイディアあったらお待ちしております。そんなことも含めニュースのことも,もちろん結構です。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ辛保次郎ズームでつぶやいてください。で今日のズームオンミュージックリクエストのお題は。 突然金縛りにあった時に聞きたい曲です。選曲の理由も書いて、ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。この後は日韓関係にズームしていきます。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。日韓首脳12年ぶりの共同会見開催へ。 明日韓国のユンソンニョル大統領が来日します日韓両政府は明日開催される首脳会談後共同記者会見を行う方向で調整しています実現すると2011年に当時の野田総理大臣とイ,ミョ,イミョンバク大統領が行って以来およそ12年ぶりとなります さあ、では今日はここで産経新聞ソウル支局長の桜井則夫さんと今お電話がつながっています。桜井さん、よろしくお願いします。あ、こんにちは、桜井です。よろしくお願いします。い,い,ますいや、お忙しいところすみません。だって韓国大統領は明日来日ですか、日韓日韓首脳会談なんで取材で大変でしょう今。そうですね。先ほど韓国 からこう東京に到着したばかりでしてで、ねえ、今東京なんですか、たまたとしております。今東京に、飛行機に乗って今、今到着いたしました。あ、そうですか。ご苦労様です。<え>もうちょっと早くいらっしゃったら、スタジオに来ていただけたのにね。まあ、それはしょうがない、ね。<laughs> しょうがないです。どうなんですか。あの韓国で、えー、野球っていうのが韓国って、あの、えー。最初に、初戦でオーストラリアに負けたりなんかしたじゃないですか。 で日本、今、WBC、ね、w すごいあの盛り上がりなんですが、韓国、初戦というか、予選で敗退しちゃったんで、どんな感じですえっと、初からですね、えー、あまりあの勝てないんじゃないだろうかという予測があったんですけれども、えー、そうですねであの、韓国の場合ですね。 特に日本と対戦するときって、民族意識が感てられるというか、ですね、非常に勝とうということになるんですけども、今回、そんな反日意識とかが高まることなく、例えば大谷選手はすごいとか、ですね、やっぱり韓国、その投手陣が悪かったから、もう方ないよねというような反応が多かったですね、ええ。あ、そうですか、どうなんですか、韓国における野球そのものの人気っていうのはどの程度のものなんですか。 えっと日本と同じようなところがありまして、サッカー日記の方にかなり流れましたけども、はいはい、最近ですね、結構、スタジアムの中でバーベキューができたり、ですね<ー>家族で、あのー、楽しめたりするので、ですね新しい感じのスタイルで,で、すすねねま<ー>また盛り上がってます、ね、あそうですか。 えー、さて、<え>そんな韓国で最近の話題で、この番組でも取り上げたんですが、なんか日本のアニメ、バスケットアニメ漫画の、アニ,アニメ漫画っていうか、日本の,あのアニメのスラムダンクっていうのが、むっちゃ流行ってるっていうような報道があるんですが、実際どうなんですかそうですね、いまだにですね、えー、と人気がありまして、400万人超えて、日本のアニメとして、えー、過去最高を更新したんですよ。ほ なななんでそんなことになったんででそことすか,かす、ね、あの一つには、ですねスラムダンクの場合は、90年代で、ね、漫画で楽しんでいた今のですね30代、40代が人気を後押ししたんですけれども、はいはい、今、新しい現象がまた出てまして、えええと、日本でも人気になってると思うんですけれども、あのすずめの戸締まりですね、映画、はい、こちらが1位を塗り替えまして、<う> 2>, 2位がスラムダンク、<あ>それで4位がですね、ほ 『鬼滅の刃』の続編が4位っていうので、えー、ほとんど日本の映画が上位を席巻しているという状況なんですよ。へえ。いやあのね私たちの一般的なイメージで言うと韓国における反日感情がものすごいし、えー、ちょっと前今どうなのか知りませんが日本のあのまあ歌謡曲だの日本の,あの文化だのは法律上の禁止事項みたいなことになってたイメージがあるんですがどうなんですか そうですね。それ自体が、えー、90年代まで、えー、あの文化制限というのをされてたんですけれども、その90年代の終わりにキム・デジュンさんが解放するんですが、ほんほん今の新しい状況としては、はいえー、少し前に不買運動っていうのが起きたんですけどね、日韓関係が悪いときに、そのときにノージャパンというあのフレーズがたくさん言われたんですけども、ええ、最近、ノージャパンの派ってイエスジャパン現象ですとか、イエス ジャパン世代が生まれれてているるという,ふうに報じられてるんですよ。なんでそんなことになったのか、どの辺の世代がそれを牽引してるのか、どんな感じですか。2 3 0代ですね、2 3 0代の人は別にあの反日感情を気にせずに、日本に直接旅行に行って、日本の食べ物を楽しんだり、日本のアニメを楽しんだりっていう。 韓国の中でやっぱり親日派って言われると非常に恐れるんで、ですねそれで、あのー、周りの空気を読むというのがあったんですけども、今の2030代は、現実の日本の食べ物だとか、アニメいいじゃないかっていう、その反日感情ですから、親日とかいう言葉を気にしない世代が生まれてるんですね。あ いやまあ今、私あの、通勤途上で築地あたりの市場通ることが多いんですけども、韓国からの,その若年層の観光客ってすごい数になってて、へへすごいですね。いや、やっぱりそれ感じます私もえ、そうですね、空港からこちら来てあの、まだ韓国にいるのかと思うぐらい、特にやっぱり2三30代の韓国の,あの日本に来るが 観光客多かったです、ね、はあ、どうですか、逆に韓国にいて、日本からの観光客ってどの程度の感じですかあまた多いですね、えー、日本から海外に行く人がコロナ以降減ったと言ってるんですけども、えー、やはり、えー、あの韓流ドラマとかの影響で、はいえー、日本人の観光客って今、増えてますね、韓国の方であそうですか。 そんな中ですね、まあ、今回最近の政治的な話題でいうと、えー、今の,あの韓国の政権がいわゆる徴,徴用工訴訟で、まあ、韓国の第三者財団みたいなところに第三者機関みたいなところに韓国の企業に金を出させて、えー、賠償金を支払うと、えーまあ、これは日本からすりゃ、ね、1965年の日韓あの 請求権協定の文言上も当然だろうと思うんだけどでも韓国の従来の世論からするとその解決方法で韓国世論がよく納得するよねっていうような私なんかの感覚なんですがこれでで落ち着きそうなんですかここれこれはまだ予断を許さない状況なんですけれどもその日本人の感覚からするとこれっていうのは。 えー、韓国の裁判の国内問題だろうという気がするんですけれども、はいはい、以前からやはり最高裁っていうのが判決を出したので、えー、少なくとも何らかの日本企業なり日本側の謝罪ですとか、直接その賠償が難しくても、直接なんか資金がその原告側に渡るような、この2つの条件がないと。はい あの前に進まないといとう世論が強かったんですね今回、このことも欠けているわけですね、間接的に、えー、昔からの共同宣言なりを継承するとは明言したり、他のような基金に出資するという見通しですけれども、2つとも欠けているので、今、最近の世論調査ですと、大体6割が承服できないと、この解決策に反対だという世論があります。はいはいはい まあ6割反対はまあ当然そうだろうなと思うんだけど逆に3割ぐらい賛成の人がいるのが驚きっていうかですね大統領にとってはかなりの政治的リスクだろうと思うんですが今回、韓国大統領がこの政治的リスクを負ったのはどういうい背景なんですか 2>, えと2つの理由があると思うんですけどもしろい,い,いことにユンさんが何回もこの前後してですね繰り返しているのは未来 世代のためにこれを解決するとあのずっとはあの日韓関係悪いまんまだったら、やっぱり次の20、30代に負担を残すということで、未来次の世代のために解決しますよということを強調していて、ええ、先ほど世論調査の結果をご紹介したんですけども、驚くことに、先ほど話題になった20、30代ですね、はいはい、イエス・ジャパン世代は、過、ええ、半数がこの解決策に賛成なんですよ。あ,あそうなんですかええ それはかなり驚きで,す、ねで、今後、ええええ、私もこれだけの変化って驚きだと思うんですけれども、ええ、今後、ずっと今です、ね、支持率が高いわけではないんですよね、40%台ですとか30、30%台で、国会でも少数のようになっているんですよ、ユン政、はいね、権のほうがねじれ国会中いうか、なんか、まあ、韓国は一員制ですが、そ,すね、その要するに大統領府と。ええ いや,いや与党と野党が逆転してる議会を抱えながらの政治ですよね、ええええ、そうした中で、やはり野党、与党ともに、次の世代、2三3 0代っていうのの心をつかめるかっていうのが、一番のこれからの政権運営の鍵を握るんですけれども、それと今回の,そのイエス・ジャパン世代の動向っていうのは、ある意味、連動してるわけですねなるほどね。 まああの長期的目線で立ったときに、今回の解決は損ではないというふうに、今、韓国の大統領は見てるということですねそうですね、大統領自体はそれで、えー、そのトップダウンで決断したと説明してるんですけども、何せ、えー、野党側が、えー、あの国会の中で多数派を占めてますし、野党側は本当に日本の軍国主義がまた、 朝鮮半島を蹂躙するみたいな感じの批判を繰り広げてますのでやはりあの今後、緊張状態は続きそうですね。まあ韓国の大統領は5年1期しかできないので、えー、数年後にはまたあの政権交代の可能性もあるだろうなとも思うんですが政権交代をしてです、ね、いや、前政権のような政権が誕生したときに。 今回、肩代わりしましたというところが、また日本企業に請求みたいなことにならないかと、このあたりのリスクはどうなんですかここがやはり日本側って、あの過去のですね前の政権時のその悪い記憶というトラウマが大きいと思うんですけれども、はい、今回、あの完全じゃない解決策でも、これだけ早く発表、急いだのは、ええ、あのおっしゃる通りですね、えー、5年一期でしかないので、はい 急いだことによって、あと4年あるだろうと、あのー、周辺の大統領周辺のです、ね、政府関係者に取材すると、声を揃えているのが、急いだことによって、日韓が話し合える時間が4年あると、あと、例えばこの調子で、えー、国会での議席を取った場合に、きちんと法制化していけるんだと、今の状況だと、本当にひっくり返るかもしれないんですけども、ええ、それでもう本当に政権交代とか、月の。 政権になっても揺るがない日韓関係を作るために急いであと4年を残すために、えー、急いだんだというふうにう私、韓国の政治性でよくあんまり理解してないんですけれども今、まあ、大統領府と議会は、えー、与党と野党が逆転している状況ですがこれ、どこかで選挙が起きて<え>今の大統領府と同じ議会の構成だから議会で今の大統領府の与党が与党になれる可能性ってどこかにあるんですかどっかのタイミングで ちょうど来年の春に、はいえー、日本でいう総選挙が行われるんですよ、ええ、そこで勝ってこそ本当に政権交代を果たしたといえることになんです、ねなるど,ね、どうなんですか、その来年の春の選挙の見通しっていうのは。まあ、難しいところ、どちらになるかわからないところなんですけれども。ええ ただ、今回、急いだ理由、この解決策発表を急いだ理由の一つが、はい、やっぱり対日政策っていうのは世論の反発も大きいですので、ええ、選挙近くになると発表できないです。ななるほど、ね、と発表して次のいろんな政策 特に2030代をターゲットにした雇用の問題ですとか、新しいその仕事を増やしたり、はいあの、国民を受けする政策をどんどん打っていこうということで、はい、このタイミングしかなかったというふうにも言われてます、ねね、これが先に伸びて来年の春に近づけば近づくほど、こういうまあ日本側に、 いや全面的に敗北みたいなそういう決着はできないので早めにこれに終止符を打って逆にこれによって経済が復活みたいなことになって若年層の雇用も増えたりすると選挙にいい影響を与えるというまあそういう話ですねそうですねどうなんですかその経済っていうとですね最近ちょっと私あんまり韓国移行こうという気が起きない最大の理由は。 一昔前は韓国に行くといろんなものを飲んだり食べたり買ったりしたときに、うわー、安いわ、やっぱり日本よりという感覚があったんですが、今、どんなことになってますえあの物価、日本でも物価上がっていると聞いてたんですけども、やはり例えば昼のランチでご,あのご飯食べたりするので、はい、え日本円でいうと、1000円以上っていうのは当然であって、1500円ですとか、そういうのが当然な状態、ものすごい勢いで物価が上がっている。 感じがありますね韓国で昼ご飯食べると、そんなに高級店じゃなくて、安いとこ探しても1000円超えちゃうって感じですかそうですねあの、日本でいううどんのようなです、ね、日本、はい、の伝統的なコ、ね、ックスというような、普通のそば屋さんに行っても1000円かかってしまうと、以前なら本当に500円だとか、あその程度の。 食べ物だったものが、今になってここ数年間で本当に物価が上がっている状況です、ね、ああ、それはまあ韓国の物価高と円安と両方効いてるんだと思いますが、そうすると韓国から逆に日本に観光に来て、日本で昼ごはん食べると安いねって感じなんでしょうねきっと安い上に、日本の場合は本当に職人さんですとか、あのシェフの方があの切り詰めてもですね。 えー、いいものだそうと安くておいしいものだそうっていうのがあるので、ええ、本当においしいものを安く食べれるっていうので、日本に行って食べ物を食べるのが楽しみだというのを、周辺の韓国人もよく言いますねいや、ちょっと前は韓国行って、ご飯美おいしいもの食べようって感じだったんですが、ええ、今、韓国です美おいしいもの食べられないんもうあの、おいしいものないわけじゃないですけども、ちょっとしたものでも高いので、それだと本当に少しの休みがあれば、日本に来て。 えー、美味しいものは楽しみたいというのと、<laughs> おあの例えばあのかん、おまかせという日本語はそのまま、え、通じるんですか、あ<の> <laughs> シェフのこだ、えー、おまかせという言葉を言ったら、本当にコース料理ですとか、その店の一番、えー、自信の料理が出てくる本当ですね、私、今度行ったらお店でおまかせって言ってみますよ。えー で、ええ、言ったら本当に高いものが出てきますよ、と人生たなので。<laughs> あそうなんだ。<laughs> そうですか。さてまああの最後にですね安全保障の話をお伺いしたいんですが、えー、まあ韓国がここまでやっぱりあの日韓関係改善っていうのはやっぱりあの北朝鮮という存在があるんだと思うんですけども、この安全保障については今回明日のまあ日韓の会談ですね何が中心でどんなことが話し合われそうですか。やはり北朝鮮の問題ですね。期間あのユン大統領岸田。 総理ともに危機意識を持っているのは、北朝鮮に対してどうあの国民の安全を守っていくかという問題なので、例えばその北朝鮮のミサイル情報の共有っていうのをもっともっと深めていこうものの,あの確認を、意見見で一致をすすると見られますね私ね、不思議だなと思うのは、もう最近行ってないんであれなんですが、ちょっと前に韓国行ってて、つくづく不思議だなと思うのは。 あの韓国で普通の人とこう話してて我々が考えるほどなんか北朝鮮の政治体制とか独裁体制とかあの食料でどんどん合社が出てるとか人権侵害だとかっていうことに関してそんなに批判的な意見ってあんまり聞かないんですけども韓国の人は北朝鮮にどう思ってるんですかね あの一言で言うと、日本人ほどに関心がないと思う、あのミサイル撃ったりするのは慣れっこになってて、どうせ、あのー、こちらに韓国の方には飛んでこないんでしょうと、同じ民族を対象に攻撃しないんでしょうという感覚が一般にあったんですけれども、最近になって特に安保関係者、政府関係者の方で非常に危機意識が強まっているのは、実はあの北朝鮮だけじゃないで、台湾の問題があるんですね。はい,はい,はい、はい 例えば中国の方が本当にえ台湾の方でですねあの武力行使するような有事になった場合にはこれをチャンスと見て北朝鮮がえ韓国ですとか日本にあるえ在日米軍とかの攻撃に出るんじゃないかと、えー、そのためにやっぱり安保協力日本と韓国の安保協力を本当に早急に進めなきゃいけないという危機意識が生まれているようですね。 いやそれともう一つね韓国行ってあれ日本と温度差違うなと思ったのは、まあ、ちょっと前なんですけどもなんか中国に対しての危機意識っていうんですか結構中国に融和的な人が多いっていうかですねあのちょっとびっくりしたことがあるんですが韓国の人の皆さんの中国人間っていうか中国政府に対する見方ってどうなんですか それがですね前の政権の時に例えばムン・ジェインさんは日本に行く前に中国に行ったりっていうので本当に経済的にあの貿易の取引額が多いので中国を優先しようというような指導者なり、えー、経済界も多かったんですけども、ええ、ここに来て違う動きを見せているのが2 3 0代ですねなぜその日本と関係改善が必要かという理由を挙げている中でも。ええ 中国を互いに牽制するために中国って本当にやりたい放題するんだとそれに対して一致団結して牽制しなきゃいけないから日本と仲良くしようねという意見が今急激に増えてるんですよ。なるほどとなるとあの、えー、若年層を中心にまあこれは私の感覚なんですけどもだいぶ正常化しつつあるっていうことですかね ここがだから今、本当に世論的には6割ぐらいこの今のユンさんの解決策に反対していますからはい、はい、どれだけ今の大統領が踏ん張れるかにかかっていると思われますね。なるほどねどうですか、あの今の政権はまあ当然、1期でご年で終わりなんですけども後継者、今の政権の直接の後継者が次の大統領に座ることができる可能性ってどんなもんだと思います 本当にあれですね、50/50 50、5割ぐらい、どうなるか、<ー>有力な後継者がいるわけでもないですし、与党内で有力な政治家がいなかったので、えー、全く政治経験のない検察官だったユン・ソンニョルさんが大統領になったぐらいですから、はいはい、やっぱり一般の人の政治離れっていうのを進んでいて、ですね、えー、本当に正解の動きって予想ができないんですよ。なるほど、ね いや、よくわかりました。あのー、ね、えー、日韓の首脳会談の取材の直前のお忙しい時に,に、どうもありがとうございました。移動中に、どうもありがとうございました。今日は産経新聞ソウル支局長の櫻井紀夫さんに伺いました。三月十五日水曜日、時刻は午後五時を回っています。こんにちは、辛坊治郎です。こんにちは、日本放送の増山さやかです。さあ、時刻五時を過ぎましたので、まあ。本当に明るくなりましたね。明るく。 もうもこれは絶対こんばんはじゃないですね。こんにちはですね、えー、間違いなくね。でも北海道の方は暗いんじゃないかと思いますが、うん、何もいつも北海道の話をしなくてもいいだろうと <laughs> そうですね。はいすいません。<laughs> さあズームをミュージックリクエストをご紹介してまいります。今日のお題は。 突然金縛りにあった時に聞きたい曲です番組冒頭、増山さんがそうなりました <laughs> そうびっくりしましたの袖がねここ椅子に引っかか,かっちゃって手が動かなくなったところからこういうお題になりましたまず新潟県新潟市57歳男性の小屋小屋さん突然金縛りにあった時に聞きたい曲ですがアンリさんの悲しみが止まらないをお願いしますなんで金縛りが止まらないいや え金縛りが止まらないえ相当金縛りが止まらないあ,あ,、はい、はありがとうございます <laughs>、はいえー、千葉県千葉市の西郷徳森さん55歳男性は金縛 <laughs> りになるなんて何かに取り憑かれましたかそこで中山美穂さんの ついてるね、のってるね、うりか。<laughs> <laughs> 歌詞の内容がついてるね、呪ってるね。いや,いや、の呪ってない、呪ってない。へえ。<laughs> ね、それはびっくりしたな、<laughs> ね、もう。よくお考えになっね。ありがとうございます。<laughs> それから愛知県の愛知の a 61, 助さん61歳の、ね、<へ>男性の方、えー、突然、金縛りにあったときに聞きたい曲ですが金縛りになるときは霊が来ていると言われていますはい、はい、増山さんはアナウンサーなので言葉の霊が寄ってきたんじゃないでしょうか。言言葉の霊といえば言霊ですね ことだまサザンですねそうです愛のことだまね <laughs> リクエストしますと、はい、なるほどなるほどそれから港区の二刀流海岸さん六十九歳男性は時の流れに身を任せテレサテンさんあ、そういう時はねそうそう慌ててじたばたするとかえって赤しそう諦めてひたすら時間が過ぎて症状が収まるのを待つしかないとあとは千葉県市原市六十四歳の天然横ママさんは 金縛りになって固まってしまってストップしちゃう状態なのでシュープリームスのストップインザネームオブラブちょっと古いですがストップがねタイトルに入ってる曲そこそこありそうな気しますけどねありますね私のハートはストップモーション,ションとかね、はい、<laughs> ちょっと古いですが言っちゃった次の方がそうでしたで兵庫県三田市の <laughs> セコビッチコスイネンさん、私と一緒、六十七歳はクワイトモカさん、私のコスイネンさんどんなラジオネームですかわかんないですね、セコ。はい。えでなんですか、私のあとはストップモーションです。ない。ズームミュージックリクエスト。中山美穂。ついてるね。乗ってるね。乗ってるねね。はい。はえじゃこちらエンディングでお送りしますので楽しみにお待ちください。 さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見、二十四時間お待ちしております。辛抱さんへの質問、ニュースや普段の生活で感じる疑問なども送ってください。メールは z o z o m zoom アットマーク一二四二ドットコム、ツイッターはハッシュタグ辛抱じろうズームでつぶやいてください。メッセージお待ちしております。辛抱さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。 アメリカ軍の無人機とロシア軍機の接触について、ロシア側が否定。アメリカ軍によりますと、現地時間十四日朝、国海上空の国際空域を飛行していたアメリカ軍の無人偵察機をロシア軍の戦闘機二機が妨害し、無人機のプロペラに接触しました。無人機は海に墜落したということです。一方、ロシア国防省は、 無人機と接触することはなく安全に帰還したとしてアメリカ側の発表を否定しましまた今のところアメリカが、えー、ロシア機に当てられて、えー、無人機落ちちゃったよとこう言ってて、はいえー、ロシアの方はいや、あのー、なんは無謀な操縦で、えー、ロシア領空に近寄ってきたと、えー、だけど撃墜はしていないと勝手にあのコントロールを失って墜落したんだと、うん、こう言ってるわけで、はい えー、そこから先真相は藪の中です。あとはどっちを信じるかという話で、国会中立ってめちゃめちゃ広いですからね。で、まあ基礎知識ですが、国会とはどこにあるかというと、国会ってあのどんな形ですかね。台形ですか。台形に近いですかね。はい、あの国会、まああの国会の左下のところの出口のところは。 あのボスプラス海峡等々で、うん、えっ、ーえー、とまあ地中海に出ますよね、はい、トルコのイスタンブールがあるところが国家の一番左下です、うん、頭の中に地図を描いて頂い,いてヨーロッパって地中海があって地中海の上にザーッとヨーロッパが広がっていてその地中海の一番東の奥のところの、うん まあ地図でいうところの右上ですね、えー。すねえー、ここにめちゃめちゃでかいんですよ国会って。えー、で今回どの報道を見てもそのめちゃめちゃ広い国会のどこの場所かはあの知ってるはずなのに誰も書かないっていうかまあマスコミは知らないんだと思いますね。つまりあのロシアも<ー>、えー、アメリカも発表してません。はい、だおそらくで一応公の海 っていうで国海ってめちゃめちゃ広いですから大半は公の海なんですが当然あの、えー、岸に近づくと領空になりますよね領空を審判すると何が起きるかというと領海審判の場合って「領海審判」っていう日本語はない何でないかというと領海審判ってないんですよ。 基本領海に外国の船が入ってきますねで領海に入ってきてもあの無害通行権っというのは国際法上<ー>定められていて、はい、それぞれどこの船どこの国の船ですかというのを国旗掲げ,掲げて別にあの取ってるだけですよというにおいては、うん、それで領海侵犯ってだから他国の船が入ってきたって領海侵犯にはならないわけですよ。はいはい、ところが領空侵犯って厳密で領土の上入ってきたら、うん、もう あの問答無用ででち落とされても文句言えないですねだから今回もしあのロ,シアロシアは「いやうちの領空に迫ってきた」ってこういうわけですよ。ところが今ロシアのこの言い方が信用できないのはロシアは。 ウクライナの領土であるクリミア半島であるとかウクライナの東部はいや今もうロシア領だと言ってるわけですよ。そうするというのでも、うん、ロシアの発表だと、えー、ロシア領に無人機が接近急速に接近してきたからっていやいやいやそれ場所が特定されたらそれロシアじゃねえじゃんっていうそもそもクリミア半島じゃん、えー、それってウクライナ領じゃんって話になるわけです。えー ですね、で今回撃ち落とされた撃ち落とされたっていうか、まあ、ロシアの米軍の発表によると、えー、後ろにあのプロペラついてるわけですよだからそんなにあの高速で飛ぶ機体ではありません、うん、これ何のための無人機かというと間違いなく偵察機です。 偵察機です。だゆっくりと飛びながら黒海の,の北の方でウクライナとかそこの辺りに、えー、例えばロシアの艦船がどの辺にいてロシアの軍隊がどういうふうに配置されていてっていうのは上から見らす<ー>本当に見えますから衛星でも当然監視してますけれど、はい、衛星だとやっぱりね地上から何百キロから離れますから。 何百キロって言うと例えば300キロあの地上すれすれ飛んでる衛星だとまあそのぐらいの衛星もありますけども300キロにしたところで東京と名古屋ぐらい離れてるわけで名古屋から東京見るようなもんですから衛星から見るっていうのが、ね、それでも今の遠征ってすごくて、えー、そんだけ離れていても。 車の車種の特定ぐらいはできますからね、えー、すごい性能なんですけども、ね、それでも何百キロじゃないですか、えー、ところがあの無人機の偵察機というとどんなに高度が高くたって10キロから20キロまあそこまでプロペラ機だとそこまで上がらないですね<ー>かなり地上すれすれのところではっきりくっきり見えるわけですよ。ロシアにしてみりゃ そのくっきりすっきり見えるところでい,きい,いくら公の,あの、ね、海の上だって言われたってその公の海から斜めに見りゃすとにそれは衛星で見るよりはるかにくっきり見えるわけです、ね。すね、で何のために飛ばしてるかというと間違いなくウクライナ周辺のロシア軍の動きを監視していると。 でね、で一応ウクライナというのは NATO の加盟国じゃないのでこれが NATO の加盟国だったら NATO の条約上ウクライナがもしロシアに攻め込まれたら安全保障条約ですからこれはまあアメリカは戦争に参加してロシア軍を撃退するという構図になるわけですがウクライナというのは NATO の加盟国ではないので、えー、今回後ろから武器の供与それも武器の供与もものすごく慎重にやっていて。 ロシア領内を直接攻撃できるようなあのミサイルは供与しないし、うん、ウクライナが欲しいって言ってる戦闘機もいや戦闘機まで供与すると戦争がエスカレーションしてアメリカがって言われちゃうんでその戦闘機の供与もしないしっていうギリギリのところで武器の供与を続けてるだけの話で、うん、直接アメリカが戦争に参加してるわけではないんだけれどもどうやら水面下で。 ウクライナに軍事的な情報は提供してるんじゃないのってそうじゃなかったらなかなかね今まででもウクライナがいくつかあの船撃沈したりとかっていう、はい、ロシアの船撃沈したりとかっていう重要な戦果を挙げてるんですがウクライナの単独の情報であれは無理だろうとおそら,らくアメリカから情報はもらってるんだろうってじゃその情報をどうやって集めてるかというと今回みたいな無人機を通じてあの情報収集をしてると。ロシアにしてみたら、うん 領空に入ってくりゃ問答無用で撃ち落としても国際条約上問題ないけれども公の、ね、海域空域を飛んでるところを撃ち落とすとい,きいくらそのいやまあこういう絶対軍事情報こいつスパイしてるよなと思ってもやっぱり角が立つわけです。そで,すで,、ね、でそれだけの偵察あの無人機だから、はい、間違いなく何が起きたかはしっかり もうアメリカはは持ってるはずです<ー>でそれはもう,はりもう周りずっとカメラ監視してるのは飛行機ですから今回言われてるのはどうもその監視のカメラを妨害するために液体をジェット機から、まあ、ジェット戦闘機からまくんですねそうするとまあレンズにいろんなものがつくと物が見えなくなるじゃないですかだからその監視活動を妨害しようと思っていろいろやっててだからわざとやったのか不測の事態なのかが分かんないんですよ<ー>これが。 だからわざと当てて落としたのか、うん、いやそうやってあの妨害工作をしてるうちに<あ>たまたまた、まあ、戦闘機の方がはるかにスピードが速いので、うん、えプロペラ式の、うん、無人機ってスピードが遅いですからスピードが遅くなるとジェット戦闘機ってコントロール難しくなるんですよ、うん、でたまたま当たっちゃった可能性もあるんですがわざとなのかわざとじゃないかわからないけどそのあたりって間違いなくこの戦闘機から見た映像とか航跡とかからわかるんですけども。うん それが分かると、うんえー、アメリカもロシアもこれ以上エスカレーションしたくないわけですよ、うん、一応の抗議はするし、うん、今後の牽制もあってロシアの側からするともう頼むからさそのその監視やめてよそれって、うん、でアメリカの側からすると、えーまあ、も,もちろんその当然のことながらウクライナ攻撃やめろよって話なんだけどお互いこれ以上エスカレーションさせたくないという思いで。 情報は分かってる細かいところまで全部分かってるんだけど証拠も多分抑えられているんだけどあえて出さなないっていとうこんだからね今後予言しておくと、ええ、この今回の衝突事故の詳細は分かっていても米軍は出してこない可能性が高いなと。 えー、言ってたら、明日全部出てきたら大恥だよ。<laughs> まあ、そうしたら謝ればいいじゃないですか、ね。<laughs> そうですね。ね間違ったらすぐに謝る。そう,そうです。そうです。これが大切ですよ。政治家の皆さんういう <laughs> はい、ズームオンでした。ズームオンミュージックリクエストをお送りしたのは、千葉県千葉市西郷徳森高森じゃなくて、徳森さんですね。うん、西郷徳森さんからのリクエストです。中山美穂ついてるね。乗ってるね。はい。 ついてるね乗ってるねの、あのー、サビの部分だけはなんとか覚えられますがそれ以外のところこの歌覚えろって言われたら無理だなもあらそうですかこれ年代によるのかな覚えられますか歌えますか私はなんとなくだってよく聞いてましたから、ね、世代なんだそうですよ1986年の、はいえー、作詞が松本隆さん <laughs> 作曲堤美恭平さんゴールデンコンビですよね。ンンよはい お届けいたしました、ね、はい。さあこの後日本放送は鶴子市長美真子様の鶴子の噂のゴールデンリクエストで明日の朝6時からの飯田康二の OK 工人アップコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康幸さんです日韓首脳会談それからガーシー参議院議員の除名処分など取り上げます明日午後3時半からのこの辛抱二郎ズームそこまで言うか木曜日ですからね飯田康二アナウンサー登場でえー WBC 日本対イタリア戦の直前情報もお伝えすると明日いよいよ明日いよいよえー、大谷翔平選手の二刀流がもしかするとなんか見納めってことないですよねだって準決勝で勝ったら でもそうそうでもそうかそんなに何回もルールが決まってるんじゃないですか玉数とか何やかんや知ってます知ってますかあのね監督は一回だけ打席に立てるんですよ放送で言いますからね信じますからねあの日本放送であの完全実況な松尾圭介ですからお聞きになってください監督がバッタボックスに立つかどうか注目してください辛坊治郎ズームそこまでいうかここまでの相手は辛坊治郎と馬場正義正でした明日もあります。